おはようございます。バーチャルクリエイター、デルナリコウヨです。現在私は斜里町知床半島にございます知床第一ホテルへチェックインしております。こちらは一番新しい自然館と言われる場所で、3階の、2ベッドルームの和室に入っております。これさ、この間接照明すんげー効いてんの、なんかシャレオツじゃね。じゃあまずはこの部屋の中身をね、隅々まで見てみましょう。10月はルミナス最愛シリーズの8周年を迎える日、こちらを記念して知床半島を秋の知床へもう一度やってきたわけでございます。今回は初めて宿泊する知床第一ホテルでございます。一番でかいらしいですよ、まあ見た限りですけどもね。そして、いつも通り温泉街の目の前にもエゾシカがいます。で、先ほども申し上げました通り、こちらは一番新しい自然館という場所。まあ震災の影響もありましてね、こういったいい部屋に泊まることができたのは、まあ不幸中の幸いとも言うべきでしょうか。では写真でこちらの中身をご覧いただきましょう。まずはね、この真正面のでかい窓、ここからあの知床の海と空を一望することができるらしいです。3階なのにこの展望すごくないですか。そしてね、あの洗面台とそのベッドのところを仕切るこの壁、石なんですよ。そしてバスルームとトイレはしっかりと分けられております。もうこれ最高評価ですよ。もうこれだけでもすごいって思うもん。まあそんないい部屋に泊まることができたというわけですが、まずはね、疲れを取るために温泉でも行ってみましょうよね。で、これがその温泉。どうやら壁や床は全部天然翡翠を使っているということで、なかなかおしゃれな大浴場でございます。そして知床の温泉はナトリウム塩化物泉なので、どちらかというと定山渓と似たような泉質です。非常に入りやすい温泉でございます。温泉入った後は飯テロタイムでございます。さあ1階のお夕食会場へ行きましょう。やってきたのは味広場マルスコイ。北海道の方ならね、ローカル CM で知ってると思います。ドーンとマルスコイと、これの会場でございますよ。いやー、初めて来ましたね。意外に思ったよりもね、あの夕食会場がすごいでかいんですよ。ではちゃんといいもん持ってきますよ。お楽しみに。ここからはカットせずぶっ通しでいきますよ。まず知床で絶対に食っておいてほしいのが1つ目、まずはこちらエゾシカでございます。エゾシカ肉、こちら炒め物なんですけども、エゾシカ肉は牛肉や豚肉と比べて赤身がすんごい多いんで、カロリーも低く、脂質も少なめ、そしてプロテインと鉄分が豊富なんです。しかも調理次第ですごいうまいんですよ。絶対試してみていただきたいと思います。そしてもう一つ、知床に来たらサーモンを食っておきたいところです、ね、脂身とのバランスが非常によろしくて、トラウトやアトランティックなんかと比べると圧倒的にうまいです。もうこれはガチ。そしてそれらを使ったこのね、海鮮丼、まあこちら自分で持ったんですけどもね。そしてど真ん中のところにね、非常に面白いものがありまして、これはサーモンとイクラの親子漬けなんですけども、このサーモンはルイベという、なんて言えばいいんだろうな、冷凍した鮭を解凍してそのまま食うっていうものなんですけども、それを使って親子漬けにしたというものです。これ通販でも売ってるんですよ。なかなかどころじゃない、すんげーうまいです。そして最後にもう一つ、エゾシカのハンバーグです。こちらに関しては知床のエゾシカは他の地域に比べると本当に臭みが少なくて非常に食べやすいです。なかなかね、見当たらなくて、ちょっと俺もスーパーで探してるんですよ。で、はい、
飯を食った後はちゃんと締めのデザートが必要です。まあこれは普通のソフトクリームです。はい、ごちそうさまでございました。はい、飯を食ったらねひっくり返してフィニッシュ。はい、お疲れ様でございました。いやードーンと丸つこい、うまかったですね。もう深夜になっちゃったんですけどもね、まあ寝落ちしていた、まあそれは置いといて、ね、こんな感じであのうまい食事も得ることができます。あ、やべえ、大事なもん忘れた。ちょっと車に行ってきますわ。そう、何を忘れたのかってドローンですよ、ドローン、 DJI のスパーク。ちょっとねアップデートするのを忘れましてね、部屋でアップデートをして調整をして本番に持っていくという予定でございます。さあ明日はね残りの知床八景6箇所を全部巡ります。なかなかハードな内容ですのでしっかりと休んでおきましょう。